Hello everyone! 皆さんこんにちは。よいからドラム講座36です。イエーイ。はい、今回はですね、前回、日比谷音楽祭があったんですけど、その時に、みやびさんと一緒に共演したんですけど、その、いつもみやびさんのバックでドラムを叩いているボボさん本人に、その曲を、教えてもらいに行きました。なのでぜひ見てください。どうぞ。最初そのミヤビやるときって自分のバンドもやってたんだけど、10インチのスネア使ってたの、このちっちゃいやつ。誰もがサブスネアに使うやつをメインに使ってたのよ。何がいいかって、その10インチだから、このカバンに入る。カバンに入る。ああ、それはそうかもしれない。だから、世界中どこ行くときも、カバンに入る。なんかね、そういうことばっか考えててね、サウンドっていうよりも、こんなちっちゃいので、ほら、パッと見てさ、そんなちっちゃいですよね、どんな音するんだろうってみんなが思ったところで、そいつらが思った想像の遥か上行くような音出してやるとみんなうわーってなるでしょ。そういうやつ、サプライズっつうか、そういうことばかり出てたから、そうそう、ハットもね12インチとか使ってて、でみやび音楽は割とじゃあ、あいつすごいなんかさ、スラップスラップやってるから音の立ち上がりがすごい早いでしょ。だからなんか鈍い音当てちゃうとなんとないものになっちゃうから、その早い立ち上がりのとこに俺もパーンってやってるみたいな。噛み合い方がすごい。そうその場合逆もしかりだよ。立ち上がり遅い人にパチパチンって出したら全く合わなくなっちゃうというかさ、大体一生懸命締めるっていうのが私のあれですね。締めた時にちゃんとこんなんないように、いっぱいあるじゃん、ハットって。今度なんか こういう音もあればさ、なんかそのね、大体みんなこれぐらいで、だから結構ギシ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 、そう。あのさ、普段のさ、はい、そう、いつものヨーカちゃんの YouTube のほら演奏動画あるじゃない。はい、あれはどうやってんの？あれもプロツールスにそのやる曲を取り込んで、自分のその線つないで、で聴いて録音して。でもさ、すっごい自然だもんね。だからいや、みんな大好きでしょ、ヨーコちゃんのこと。それならいいな。みんな大好きでしょ。もしそれならすごい嬉しい。本当、みんな仲良くしたいと思ってるよ、多分。じゃあドラム2台でやってみる。すごい迫力が、すごいスネアとキックの音量のデカさが、ハットうるさいとか言われるじゃん。うん、ハット大きくやると、はい、でもこっちとこっち大きくしておくと、はい、って言われないんだ。分かんないよ。そうなの、ハットうるさいって言われない。結果、うるさいとかも言われなくなる。そう、すべてを大きくすればいい。まあ結果うるさいって言われるけど。結果うるさいけど。気合いじゃない、気合い。でもさ、めちゃめちゃ入るよね。動画見てると。すごい感じだし、ヨーカちゃんの。めちゃめちゃある。うん、もう8歳のとこから。うん、ある。最初からあるね。めちゃめちゃある。多分ね、相当あるよ。うん、なんかね、それも偉そうに言うわけじゃなくて、叩いてみた動画、まあ、ちょっと悪口になっちゃうけど、もう、根本から違う。なんか嬉しい。うん、ある。あるから、うん、で、俺と違うのは、俺はそれを無理やり自分で
出し、あ、別に今演奏無理やりやってるってわけじゃなくて、そういうことをする、してなかった、ちっちゃい時は。って悩んで考え抜いて、これ、それしかないと思って、やってることをもうやってるから、だから、もう、俺の話なんか聞かないでいいと思うよ。もう、それはなんか、極論ね、消えちゃう。ああ、ヨガちゃんのドラム？いや、すごい、すごいよ。うん、ありがとうございます。すごい、すごい。多分、理屈って、ヨガちゃんが分かってるか分かってないかは分かんないんだけども、多分聞いてる音楽が、ほら、この前、ダフトパンクとかもさ、動画上げてんのとか、まあそれ、まあ、ゼッペリン・レイジー、要はそのいわゆる洋楽っていうかね、アメリカのビート感っていうかさ、それが聴いたまま体に入ってる感じ。で俺なんかだと、なんでかあのビートはああなってるかっていうさ、分析をしちゃうわ、して生きてきてるわけ。その結果こうなるみたいな。でも、ヨコちゃんの場合は、そんな分析関係ない感じ。聞いたものがそのまま、聞いてきたものがそのまま、自分の血となり、肉となってる。もっと言い方変えると、いらないフィルターを通してない感じ。結構日本、まあ俺ら日本人だし日本にいるんだけど、生活してるとさ、いらんフィルターがどん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 積んでいかれちゃうんだよね。もっと言ったら、まあ、よく言えば日本のビート感とかさ、海外のビート感とか、要はそれぞれ優劣ないし、優劣って良いも、いいも悪いもないし、強い弱いもないんだけど、なんかね、そういう長年でちょっと培った自分のフィルターを通してなんかやるっていうんじゃなくて、入ったものがそのまま血になってる感じ。まあそれが、まあフィルターになっていくのかもしれないんだけど、だからね、だからまあ、本物って感じ。ありがとうございます。うん。それっぽくやろうとか、ちょっと、ね、バンドの中でね、よくあるよね。ちょっとこの曲、レッチリっぽくやってみようよとかさ。あ、でもレッチリにも及びもしないものが生まれるんだけど。そうじゃない感じ。で、そこは、考えないでいいと思う。じゃあ考えないです。もっと自分がかっこいいと思ったことやってれば、うん、あ、だからこの世に存在する数少ない自分がかっこいいと思ったこと、自分がかっこいいと思ってやったことが本当にかっこいいものになる人っていうのがやっぱりいるんだよね。うん、だからね、ヨーカちゃんなんかそうじゃないかなと。ありがとうございます。俺なんかもう何がかっこいいか分かんないよ。なんだろう、すごいシンプルだけどすごい迫力があって、で、なんだろう、なんて言えばいいのかな、なんかその言葉にするのがすごく難しいんですけど、シンプルででもすごい迫力があって、で、こう近くで聞くともっと、なんだろう、かっこよさがすごく伝わってくるし、本当になんかグルーヴがあって、で、この今3点でやったのを、もうこれでなんかもうちょっともっと違うものを使ってるような感じに聞こえるし、なんか語彙力がないから言いづらいんですけど、すごいかっこいいです。いや、なんか俺もね、こんなヨガちゃんに会いに来てさ、すげえなんか褒めてもらいに来たみたいな感じになってる。おじさん褒めてよ。すごい、おじさんやる気出た。気合い入れすぎると失敗したりして、後でへこんだりする時もある。
でも俺思うんだけど、それは気合の気合が足りないんだろうな。あ、逆に。そう。言っちゃえばだから自分の存在をかけてその場に立ってるって感じ。苦手だけど頑張ります。まあ、あの俺らは座ってるけど。まあそうですね。そうそう、だからよよかっていう人間がここにいるっていう、その存在証明っていうかね、まあちょっと言葉難しいんだけど、私はここにいるよっていう。音はもう自分そのものだから、あの音がしょぼいと自分がしょぼいという日、自分がしょぼいってこと。で、気合を入れる。まあちょっともっといい言葉考えておけばよかったよ。気合以外のなんかいい言葉ありそうだよね。ね、で気合っていうのはハーっていうだけじゃないからね。うん。それが気合っていうわけじゃないから。静かーちょっと超ちっちゃい音は、そう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 。一個だけ音。え、目は結構でっかい音叩いてるじゃん、なんか。うん、そうですね。でっかい音叩いてるじゃん。でもさ、なんだろう、すっげーちっちゃい音出すときはさ、ほんと気合入れなきゃ出せないんだよね。もうさ、さ、ああ、本当にちっちゃい音出してって言われたとき、悩むよ。まずここら辺まで来たときに、いや、これで出したら本当に小さいのか。本当に小さいってなんだ。どれぐらいが本当に小さいのか。そこで多分自分の今まで聞いた音の大きい小さい出るじゃない。考えるじゃん。いや、あれは大きいかもしれない。いや、本当に小さい音っていうのは、つくかつかないかの差だって。つくかつかないの差っていうのは、言っちゃえば、0と 0.000 なんとか1の差ね。そう、0から何かっていう瞬間は知ってる？無限って知ってた？知らないですけど。言っちゃえば0と1の間って無限って言われてるの、ね。なんでか、もう答え言うけどね。0.1 ってあるでしょ？うんうん。0.01 ってあるでしょ、うん、0.001 もあるでしょ、うん、つまりどん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 ゼロに近づいてくる、うん、0.00 って何個続くと思う？無限。そう、あ、そういうことだから無と何かあるの差っていうのは無限っていうわけね。とか考えるとさ、出せないでしょ小さいとねえ、ちょっと今無視してやるよ、無視してやるよ。ちょっと小さい音出してみて言われたとするじゃん。はい。本当に小さいのかそれってなるよね。ああ、でもそう言われてしまうとそう考え。でしょ？いや、0.00、いや、まだ0.001ぐらいだなって言って。いや、0.00001くらい。いや、0.00000みたいな。いや、ついてるのかついてる。だから、昔の人はこういうことを多分、妖怪が出るとこっていうかさ、現世って俺らの世界と、天井とか地獄とかああいう他のね世界の間、もやもやしたところに妖怪が出るとか、もう何の話だ。深いな。だからゼロとゼロ、うん、もう今怖くてできないの。ちょっとやってみよし、じゃあちっちゃい音いこう。ちっちゃいね。分かんない。ちっちゃいけど、ずいぶん潔かったね、今ね。どうプラッシャなんか他の卵がでっかいし長すぎる。今ちっちゃかったよね。鳴ったよ。でもちっちゃい音って言われたらなんか音鳴らなくてもダメだし。そう。本当鳴らないといけない。だからよくあのスクールでいうさ、ピアね、なんか例えばやるよ、はい、ピアノは指でみたいなさ、いいよね、メゾピアノテクニックね、言うよね、そういうのね、うん、はい、メゾフォルテ。
はい、フォールって、はい、フォルテッシモあるじゃん。バカフォルテッシモってさ、まあ、フォルテッシッシモとかあるかもしれないけどさ、 いっぱい作る、あれも無限作る、ね、F も無限作るじゃん。まあでもそうか、だからそこはそうそう、よくあるよね、あのでかい、もっとでかい音出してよって言われた時に、もうそいつの底丸見えになるからね。もっとでかい音でやってよって、ああもっとでかい音でしょって、だからそういうことじゃないんだよね、調節するもんじゃないよ、でかい音って。言っちゃちょっと、もう体きついんだけどさ、調節しちゃダメだよ、ちょっと開いちゃったけど、汚いな音な、汚かったな、でかい音でしょ、はい、デカ音出してって言うの、はい、ないでしょ、デカ音飛びます飛びます、なんか怒られそう、怒られるよね、うん、だからそういうこと伝わったのかな。いやいや、でも意味はなんかわかります。そうそう、だからまあ結局気持ちだけだよね。で、ヨカちゃんのドラマは気持ちがすっごい気持ち感じるから、いいよ、うん、まあ、あれじゃない、その What's My Name の、はい、みやびに横を与えちゃいけないよなんかそれよ、あ、横、うん、ジャガッ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 ジャ与えちゃダメ。もうあいつよくやってたから、もう、ね、もうここがスタートラインでしょ。あいつずっとこうなってることだよ。飛び出してる。まだスタート、まだみたいな。うん。そういうとこあるから、早ければ早いだけ上がるというか。いやー、自分で出しても自分で遅くなりそう。いいじゃん、かっこいいよ、やっぱ、うん、いいじゃん、ない方がいいかもしれない、いいじゃん、なんか、うん、いやなんか疲れる、なんか疲れる、いいじゃん、いいじゃん、かっこいい、かっこいい。
でね、すごい。ついたらもう、やってもいいかなって気になってきたよ。何の話だけど。うん。ゆうかちゃんはちゃんとその、伊達が見えるから。うん、ああ、そうですか。そうそうそう。見るから、聞ける。聞けるし、その、乗れるし、一緒にやる気が起きる。すげえな、そうだけど、そうじゃないの。一緒にやっててさ、何も浮かばないやつっているんだよね、ほんと。あ、ただ、こいつやると、なんか湧いてきちゃうっていう、相手ってのもいて、こいつやると何にも浮かばねえっていうやつも、いるから、それドラムとドラムでもそうだと思うけど、なんか面白いね。そうですね。なんせそのステージを盛り上げるっていう意識がすごいわけ。だから最初にツアー参加した時にソロコーナーあってさ、すごい嫌だったもんね。すっごい嫌だ。できるかな今。結構、ね、盛り上がってたよね。うん。うん、ボボーって言われて、うわ俺のソロだじゃないよね。淡々タガタンじゃねえよっていう。でもなんかそれはそれで空気を壊す感じでいいですね。どう今のソロ。でも私は好きです。私は好き。これ俺ね発明したの。これ世界で俺だけなんでやってんの。ああいや、これは広まると思ったら全く広まらなかった。おかしいと思って。日本人ならこれはねえねえ、こいつさ侍みたいな。侍ですよ。タカトンじゃねえよ。面白い。これはね、広まると思ったらね。でもいや、ない。ないでしょ。見たことない。ないでしょ。これはと思った。これはと思ったけど、もう何年もやってない。結構今思いのほかできてる。久しぶりに見た。久しぶりに見た。思いのほかできた。これ。いや、やってもいいよ。ゆうかちゃん、ゆずたぐ。今日はボボさんが教えてくれました。ありがとうございました。いやいや、こちらこそありがとうございました。ね、どうね、楽しかったね。そうですね、いろんな話して、いろんな話したね、もう、はい、言えない話ばっかだけどね。そうですね、結構カットに。じゃあ、バイバイ。バイバイ。じゃあ、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。